一番。確かに。もう始まってる？始まってる。1250億万。ちょっと後でこの後ちょっと代引き出ます。何代引きしたかな、なんか代引きしたかな。うん、したよ。本当、うん、息子ちこんにちはって言ってくれてるよ、ありがとう。ちょっとごめんね、スタートダッシュがすごくものすごく明日プール行く遅くなってきたけれど、ちょっと待ってね。息子ちのメガネいいでしょ、昨日ドンキホーテで買ったんだけど、これです。コクがめちゃくちゃいいよね、これ。これめっちゃいいよね。うん、ちょっと代引きしてきます、待っててください。はい、代引き最悪。ちょっと待ってや。え、ママお財布。現金です。はい、どうも。
もうすぐに荷物受け取れるもんかと思ったらさ、もうほんと出るんじゃなかった。逆にもうイルス使えばよかった。もうほんと最悪なタイミングでごめんね。私のなんかあの何あのアンダーウェア系だった、なんかこの 下着系というかアンダーウェア系だったわ。勝手にやりましたね。え、勝手に出てたん？嘘。もうびっくりするやん、やめてよ。ただいまみんな、それではここから仕切り直しで、今日はですね、先日も、ご紹介させていただきました、あゆちりな22周年特別企画ということでリナネコがね出来上がりました。このリナネコグッズの今回は第2弾、こちらをね新アイテムを紹介していきたいと思います。新アイテムは明日から、明日お昼12時からの発売になるので、その前にちょこっとどんなものかな、どんなグッズなのかなということをね、今日の YouTube の中でご紹介できたらいいなと思います。そうなの、22周年すごすぎるでしょ。もう22年も経ったんだねという感じでね、なんかもう長かったような、あっという間のような、なんかもう数字で見ると信じられないというような年数ですけれども、もうね本当子供一人が成人するようなね年月ですので、まあだけれども本当日頃からもうこれだけの時が経っても、みんなが温かいね気持ちで応援してくださっているっていうことは本当にありがたいことで、素晴らしいことだな、そんな中で歌を歌えてることは幸せだなと思って、もう本当に心から大げさじゃなく本当に日々いつもそう思いながらね、歌わせていただいておりますね。みんなありがとう。それでは、22周年ということでね、にゃんにゃんにゃんこ大好き、そうにゃんこちゃんにかけておりますこの22周年を、ということでにゃんにゃんグッズ、そこからリナネコというね、グッズが誕生しました。もう出ないよ、もう出ない、もういい。あ、帰ってくるぞ。え、同じ人やねんけど、なんか私そびれてんのかな。ちょっと待って、同じ人や、ちょっと待って。はい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 、あ、わかりました。はい、なったらさ、受け取ってきてくれへん？なんかレシート私そびれたとか、なんかそういうやつやった。もう何？よく聞いてくれてた、ありがとう。なんかレシート私そびれたとかって、もうもらってきて。もうママ無理。お前だるこれから宿題もやるのに。なんでなる？もらってくるぐらいいいでしょ。はい、ということで、そう、私そびれたんかいっていう感じです、本当に。もう何ですかこのタイミング、私に話をさせてくれ。はい、ということでということでですね、第1弾は受注生産ということで、完全に予約制という形でね、発売をさせていただきました。その中の一つが今私が着ている、あ、出てきて。さあ、私もアラサー中学生から、早いな。そうだよね、あの時小学校だった子がもうね立派に大人になってって話だもんね。はい、ということでまずこの第1弾はこの T シャツ、じゃーん、あ、もらってきてくれた、ありがとう、本当にいい仕事してくれるわ息子っち、パシリされてる。はい、ということでこのリナネコ T シャツ、これでまだねサンプルなの、今こんな形で、これまだサンプル、デザイン、あの猫ちゃんの大きさこれぐらいでいいですか、位置はこれぐらいでいいですかみたいな感じで、あと今回初めてね袖にタグをつけてみた、リナネコっていうタグ、イエーイ、ここにもリナネコって書いてあるんですよね。そうでね、こんな感じでまず第1弾はこれらをね、これだったり、あとタオル、それまだ違う、これちょっと邪魔、あ、さあこれ、あとはこういうちょっと髪の毛崩れるからちょっとあれなんだ、キャップだったり、色もあります、色もね4色ぐらい、グレーや、そう深青、紺っていうの、深青は紺っていうの、紺色、
はい、リナネコ。はい、こんな感じでね、キャップだったり、あと、このバゲットハット。バゲットハット。ママが好きな色なんです、これは。ママが大好きな色。これはもうあの、女性オンリーということで、サイズがね、ちょっとちっちゃかったので、女性オンリーということで販売させてもらいましたけれども、こんなリナネコハット。うん、かわいい。ね、お出かけしたくなるよね。ママ似合うよね、これね。バゲットハットっぽい人だよね、私ね。じゃあこっち来てみて。これもね、かわいいの。なんか、オレンジ、赤、レッドだったんだけど、ちょっとオレンジっぽくって、すごくかわいいの。これすっごいママ好き、ママっていうか、あの、私好きなの。みんなにとったらママじゃないから。私、この色すごく好きなの。これでカレンダー撮ったら。あ、これでカレンダー撮ったら、ほんと、それいいかも。あ、それいいかも。ちょっとグッズを身につけたカレンダーとかっていう、ありかも、息子っち。いいよね、この色もすごくなんか夏、楽しい、バーベキュー行きたいみたいな感じね。この色4色あるんでしょ。そう、あとこんな感じでね。このキャップも4色あるんでしょ。かぶりやすいし。そしたら8月までこれ、来ればいいじゃん。カレンダー8。1月から8月、最初これ。いやいや、ね、怖いでしょ。カレンダーさ、1枚ずつさ、私の帽子の色が違うだけって怖いでしょ。嫌でしょ。1月から8月まで、この8種類の帽子をかぶり替えてみたらっていう案が出ましたけれども、それは却下させていただきます。すいません。させていただきます。すいません。ということで、こんな形でね、もうこちらの方は完全に受注生産ということだったので、もうご予約の方は、終わっちゃったのですが、第2弾次はね、第1弾はファッション系だったんだけど、第2弾は小物系になります。小物系、イエーイ。今夏だからね、中傷気をつけてね。そうだね。まずはですね、第1弾はじゃ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 あ、息子っちこっち、この色持ってくれる。ほんならこれかぶるわ。うん、でかいんだよこれ。そうだよね、でかいね。なんと2枚1セットになったハンドタオル。ノン色と白色があります。そう、ノン色って何。紺だよ。紺色だよ。間違い、すいません、紺色だ。ほんでここにリナネコって書いてあって、そしてリナネコって書いてあって、リナネコのキャラクターがあります。かわいい。もう本当にかわいい。すごくかわいい。これやばい。刺繍なんです。プリントじゃなくて今回刺繍で、さらにこのタオル後ろもちゃんとあります。刺繍だからね。刺繍だから後ろもちょっとこういう感じでね、刺繍の裏側があ、やばい、見えるんだけどね。とってもかわいいでしょ。これは白と紺と2枚1組になっての、お届けになります。え、っていうこと、こういうこと。そう、25cm×25cm の、正方形ですね。で、これなんと今治タオルです。え、そうなん、ハンカチ。そうなの、タオルの、タオルといえばっていうね、本当に素敵な、もう使い心地のとってもいいブランドさん、今治タオルです。なのでもうしっかりとこうやって持った時に、もうハンドタオルなんだけれども、もうこのボリューム感。やってるんでいい。いいよ、メイクしてるけどママ大丈夫。もうこれ自分のだもん。メイクでつかないのこれね。たっぷり、ハンドタオルで小さめですけれども、夏にもしっかり、そう、しっかりね、使っていただけるハンドタオルになっています。使いやすいね、ネイビーと白という、もうとっても使いやすいカラーとにさせていただきましたので、ぜひ。そう、今治タオルは生地が良くて好きというコメントを今いただきました。本当にそうです。はい、ぜひぜひね、この心地のいい今治タオルのハンドタオルを持ってお出かけしてほしいなって思います。まず一つ目はこのハンドタオルセット。はい、そして次は、次はこちらです。ハンディ扇風機。真ん中に入って可愛いけど、ここにはリナネコっていう文字は書いていません。あ、本当だね、ここには入ってなくって、こちらの方にリナネコというね、ロゴが入っています。そう、タオルセットの
です。両方の色がになっております。で、ハンディ扇風機ね、色は白しかありません。そう、これはもうお色は一つ、このデザインのみになります。はい、さあ、やっとね、私のグッズでもお声がたくさんあったんよ。この夏になるとハンディ扇風機作んないのって、やっと形にしてみました。で、これね、充電はここ電池がなくて、この USB で、充電をするようになっています。形はね、なんかハマーが C ケーブルって言ってたな、 C ケーブル、この形です。充電これ、このなんか横に長いやつ、これで充電ができるハンディ扇風機。これめっちゃいいのがさ、こう持ってもいけるんだけど、ちょっとさ、ねえねえ、抜いて抜いて、もう本当になんで全部落としてんの？え、なくなったパーツ、え、知らへんの？そこだよ、ママ。もうなんでここ置いたの？取れた時にここにある。タイプ C です。充電はタイプ C になります。そして持っても使えるし、卓上にこうやって置いてもらうこともできます。いいね。あ、コラボのところから来てくれた方、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨミンさんのチャンネルから来てくれた方がもう最近ほんもうね、本当にね、びっくりするぐらい、あゆちりなのチャンネル登録者数、ある月ね、0人だったことがあったの。今月何人増えたかなって。12万になった。そう、今月何人かなと思って見たら、0人っていう時があったんですよ。ほんでもうびっくりしちゃって、0人ちょっと待ってっていう時があったんですけれども、ほんとヨミーさんとコラボをさせていただいてから1万人増えたんです。私のチャンネル登録が0人からの1万人、こんな成長ある？ほんとにヨミー様様、ほんとにありがとうございます。ヨミー様12万、ほんとにもうすごいよね。1万人がいきなり増えるなんてこともあるっていう感じで、ほんとにヨミー様のね、ファンの方々はね、素晴らしいなって思いながら、これはね、結構初期の方にいた、これ鏡だからいろいろ家の中がこうやって映っちゃうのよ。でね、ね、結構初期の方にいただいた10万人突破の盾です。もう本当にこれは本当に思い出です。本当にファンのみんなありがとう。また歌ってください。ありがとう。また歌うね。今日はちょっとグッズのね、紹介ということで、わちゃわちゃもう関西弁で喋ってますけれども、よかったらちょっとね、滞在してもらえたら嬉しいなと思います。で、このお話に戻りますけど、卓上でも使えるっていうのと、あとね、角度が変わる、25度ずつらしいんだけど、これが25度らしいんだけど、25度ずつ向こうにもこっちにも向こうにもこっちにも変わったりするものになっております。あとね、誤作動しないように1回ではこれつけへんねん、電源ポチではつかへんねん。カバンの中とかに入れてて、こうやってなったら、そう、今息子っちもちょっと待ってね、息子っち本当にその愛の手多すぎるようになってくるから、ちょっと待ってや。完成。ありがとう、関西弁好き、ありがとう。で、これね、2回押したらつく、ピピ、これで誤作動が起きない。ほんでこうやることもできるし、こうやることもできるし、それ今ママ言ったの、それ今ママ言った。あ、すいません。はいはい、ということでね、あとね、こうやってまだまだ知ってるよ、喋るから待ってよ。息子ちと喋ったら全然みんなと喋れないじゃん。はい、息子ちは YouTube でね、とても出たいんですよ。とにかく YouTuber になりたい、 YouTuber になりたいんだよね。ということで、ちょっとちょいちょい邪魔をしてきますけれども、そこはご愛嬌ということで、皆様よろしくお願いします。だって YouTuber やりたいんだから、仕方がない。うん、 YouTuber になりたい。はい、で、あとこれ3段階、これが今弱の状態です。で、もう一回押します。ちょっと強くなります。私のこのおでこの感じでわかるかな。で、そして、あ、邪魔じゃない、私の言葉が悪かった、邪魔なんて言っちゃダメって、邪魔じゃないよ、可愛いよって、ごめんなさい、私の本当に口が
悪いです。あ、はい、何回も悪口言われてるので大丈夫です。そして3回目とか言われたことあるので大丈夫です。3回目もう一回押すともっときつくもうこういう感じに私の前髪が全開っていう感じになりますのでこんな感じになるので、はい、かなりいい、あの本当本当結構あのパワフルに動いてくれるのでとっても涼しいです。イエーイ。ママ持ち運びには便利かな、わーっていう感じ。持ち運びには便利です。持ち、あとね、めちゃくちゃ軽い、めっちゃ軽量、軽いよね。ムスコッチでさえもあの外歩きながらこうやってじーっと持ってれるぐらいやから、大きい割に軽量なので大丈夫です。ん、今ピカチュウの鳴き声がした。本当にいないない。ピカチュウいたら超可愛いじゃん。あ、いたいたい、まあ、夏に最高。耳おかしい。はい、ということでこちらママの携帯のケースがピカチュウ色だけど、そうだね。ということで3段階に変わる、これなんて名前、ハンディ扇風機、この夏の必須アイテム、イエ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 イ、ということでライブ会場にもぴったりだと思います。私のねライブが、バースデーが夏なので毎年夏にライブをさせてもらってるんですけれども、そんなね暑いところに行く皆さんもぜひこれを持って遊びに来ていただけたらなと思います。ハーディー扇風機。そしてあとアイテム2つあるよ。2つ。え、何個全部であるの？今日紹介したのは4つ。いくいく、ありがとう。まだあるの？ありがとう。コメントもノリノリで嬉しいね。そうなの、私のバースデーは7月31日。もうね最近ね髪伸びてきたんだけど、ちょっと息子っちが夏休みでなかなか自分の時間が取れなくて髪を切りに行けてなくって、すごい伸びちゃってきた。ほんと早く切りたい。もうこことか分厚すぎない？ここなんかもうほんとあれ、なんか大丈夫、この襟足分厚いのよ。なんかゴムで止めればいいじゃん、そこ。え、そこ今ゴムで止めれば、ゴムで止める、ちょっとそれはおかしいやろ、こういうやつおかしいやろ。はい、ごめんなさいね、もう本当に。え、昨日ママ言ってたじゃん。あ、これここをね、もうここもここがそうあれだから、こうやってこうやってこうやって止めてたの、もうここが邪魔だから、もうこれでもいいんかな。あ、これなこの方がすっきりした、こういう方がすっきりしてる。なんか全然ママに見えない。嘘。そうな、ママ先生初めての俺見た髪型やから全然ママに見えない。確かに。うわ、誰こい、誰だ。はい、ということでね、ほんとちょっと直しながら、もう YouTube は一人でやるから、家の中から一人でやるから大変だよね。ほんで、あともう家の暗さよ、これ全部ほんとカーテンも全開にして、もう電気も2個並べてガピンやってんのに、このクラスだからね。あ、ありがとう。それではそれでは、次、これは私もうね、あ、ちょっと洗っ、昨日洗ったばかりで乾いてるかな、大丈夫かな、ちょっと水滴みたいなのがまだちょっとついてますけれども、さあこれめっちゃ気に入ってるステンレスボトル、イエーイ。かわいくない？超かわいくない？めっちゃかわいい。すごい、めっちゃギャルバリに、なんか今自分の可愛いの言い方がすごいギャルでびっくりした。ギャルって何？かわいくないみたいな、もうすごいギャル、自分がギャルでびっくりした。ギャルって何そもそも？うん、ギャルってね、ママが若い時の感じ。また写真見せてあげるわ。ありがとう。ありがとう。あ、てか俺見たことあるし、ママのギャル。ママのギャル見たことある？見せたかな？アキネーターで出てきたもん。あ、ほんと？その時めっちゃギャルやったわ。ギャルになりなってた。もうめっちゃかわいい。指輪とかなんかダイヤモンドみたいなのついてたもん。あ、ダイヤモンドが顔についてた？違う、指にね。それはまだギャルじゃないのよ。もう、あゆちりなの時はそこまでギャルじゃないのよ。あ、何か一節歌ってください。もう、これかな？こう、いわすれるショックサスペンス、見えない力頼りに、心の扉閉ざずに、強く、強く、ネタってやこない。見た目は小学生だが、本当は大人、なぜ
たいな話だったね今ね。あ、久しぶりに来てくれてありがとう。はい、ということで一節歌わせていただきました。私が感じていた時を君にも同じように与えていたのかもしれなかった。何に心を君がくれた思いを、え、ちょっと待って、間違えた、歌詞間違えた。こんな思いをもう落としたり見失ったりしたくはないから、心の手紙に綴ってしまっておくよ。そう、もうこれやり始めると乗ってくるからさ。ほんでまたマイクっぽいから、これがもうこれでもいいんだけど、こっちでもいいんだけど、なんかもうマイクっぽいから乗ってきちゃう。ちょっと一旦、ちょっと一旦あの、ならこのプリングルスでいいんじゃない？え？なんでよこれ。これこの間ゲーセンで撮ったやつ、カレー味、プリングルスカレー味。新登場。新登場じゃないでしょ。新登場。はい、ということでね。え、2年ぶりな？え、マジで？ちょっと待って。おかえり。そっちこそおかえり。ちょっと。ティアフロちゃんおかえり。え、2年も経ったん？そんな気がせえへん。へえ、ありがとう。そうだ、2年も経った。なんかいつも繋がっている気がした。あれ、息子っちお休み。そうなんです、皆様、息子っちちょっと早い夏休みが始まっておりまして、もう6月からお休みなんです。はい、もうあの夏休みのママを毎日やっております。2年経った気しないな。え、経ったよ。ということで、ステンレスボトルのご紹介をしていきたいと思います。はい、もういつもわちゃわちゃ配信になっちゃって本当にごめんね。はい、それではですね、このリナネコをあしらったね、もうこの T シャツと本当にもうめっちゃお揃いやっていう感じのね、本当にもう家が狭くてごめんなさい。もうガチ狭い。もうね、テーブルからね、もう壁までの距離がこんなで。そうだよ。はい、仕事に戻る。いってらっしゃいませ。ありがとう、来てくれて嬉しいです。またアーカイブで見てください。ここら辺、そうか、ライブでいつも会ってるからか。ライブでいつもこうやって見るから久しぶりと思わないのか。そうなんです、私はもう顔を覚えてますので、もうた、何度も何度もライブに来てくださってる方の顔はもう覚えてますので分かっちゃうんです。はい、かわいい猫でしょ。私のためにオリジナルで作ってくれ、描いてもらったリナ猫です。そう、あ、エミエミ。はい、もうすぐついついコメントを読みたくなっちゃうんですけれども、ちょっと心をグッと我慢してこの商品紹介をパパッとやっちゃいたいと思いますよ。はい、リナ猫グッズ T シャツとお揃いっていう感じで、とっても可愛いホワイトでリナ猫ちゃんが入った、ステンレスボトル。はい、ちょっと邪魔です。ステンレスボトルが出来上がりました。もうこれも本当に軽くって、すっごい軽くて、はい、すごい軽くてですね、あとこれのめっちゃいいところはごめんね、あのね、洗うのが簡単。中複雑じゃなくって、こうやってこっから飲むんだけど、中が普通複雑じゃなくて洗うのめちゃ簡単じゃない？これ洗うの嬉しくない？なんか結構さ、ここがカチッて開いたりとかさ、隙間があって結構ほら細かく洗わなきゃいけないもの多いやん。そやけど、あ、こぼれにくい、確かにこぼれにくいし、もうパーツが簡単。前僕変えてったけどめっちゃこぼれやすかったんだけどね。でもこれ本当に飲みやすくて簡単で、あとこの真空二重構造っていうやつやからさ、温度をしっかりキープできる。だから冷たいものは長く冷たく、あのね、ステンレスで持っていけるので、めちゃくちゃいいですよ。容量は 500ml。 もうカバンにポーンって入れやすい。声めちゃくちゃ出せる。それそれ、ティーバッグとか入れたままでも飲めるやつや、これ。そうや、なんかちょっとおしゃれなもん作っても飲めるやつや。プロアクティブ。リンク出して。え、どうやってリンク出せばいいの？分かって、リンク出す。リンクって何やろう？これはめっちゃいいでしょ。リンクさ、今ここで出せないよ、言ったけど。 YouTube じゃないか。そうなの、うん、あとでね、私のこの何、あのチャンネルの概要
私のオフィシャルホームページの、リンクを、載せますので、そこから私のオフィシャルホームページ、このお買い物ページに通っていただけたらなと思います、ね、だからほら氷とか入れてもさ、氷とかも入れれるってことだ、これで、ね、氷出てこなこずにゴクゴクゴクって飲めるってことだですです。そう、洗いやすいといえばさ、話変わるけど、私最近買った食器洗うスポンジでめっちゃいいやつ見つけてさ、そうや、今なんか洗うって話になったから急にピコーンって来てんけど、で YouTube でもあるよな、このさスポンジ知ってる？このスポンジ、細かなところや隅々まで洗えるっていう、このスポンジ、ほんで、そうやね、ほんでほんまにすぐ乾くねん。このスポンジ知ってる？私このスポンジさ愛用してんねんけどさ、要はこんなハンカチみたいなスポンジやねん。だってさ、さっきさママさ、これ食器洗いでやってたらさ乾いてたもん。そう、こういうさ、それこそ水筒もそうやけど、こういうなちっちゃいとこって、あの分厚いスポンジで洗いにくいやん。でこれやとこうやって隅々まで洗える、洗えんの。こういう隙間とかもこうやって泡立てて洗えんの。すごい、隅々までこうやって洗いやすいの。いや、なんかほら、お弁当のさ、この角ってさ、洗いにくかったりするやん。これは、なんか関西弁、ここ東京だから関西弁出さんといて。ええやん、なんでよ、なんでよ、いいやんか、ここ東京やから関西弁出さんといてとかって急に息子っちがいじめてくる。やだ、ママ無理、そんなん無理、いいやん、家の中は関西弁でええやん。すいません。そう、だから例えばこういうのとかでも、もうこうやって細かく細かく細かく洗えるってこと、こういう風に。これめっちゃ良くない？私このスポンジと、だからあの大きい、ちょっとほらフライパンとかガシガシ洗うための大きいスポンジと2つをね、あの使ってるんだけど、本当にこれいいよ。もしスーパーで見つけたら、普通にスーパーで買ったから、もしこの、みんなスクショタイムかも、これ見つけたら一回買ってみて。本当に細かいとこ洗うのに、泡立ちもさ、こんなに穴開いてるからさ、じゃあそこでスクショタイムでいっぱい一回ストップめっちゃいいし、ストップした方がいいんじゃない、こうやって。あ、そうか、ストップね、ごめんごめん、まあ、動くなってな。はい、チーズ、オッケー。はい、私の顔は別にいらんかったな。うん。カメラにスポンジだけ見せた方がいい。そう、見に行ってみて。それか、もうこれをネットで探した方が早いかもね。スーパーに行って置いてるとこあるとこないとこってあるかもしんないから、うん、もうネットで探した方がいいかもしれない。え、こんなん数百円やったで。え、何百円わからん、忘れた、うん、1800円。なんかほら清潔じゃない、薄いから。あれ、ていい、ほら、匂いもせえへんもん。めっちゃ匂いたい。え、ほら、あの、なんていうの、水の草ってような匂い。まあね、これめっちゃ長く使ってるけどさ、匂いする。でもスポンジの匂いや、変な水の臭い匂いとかしないやん。うん、あのほら、なんか雑巾をずっと、雑巾っていうかさ、あの卓上の布巾置いてて、なんか臭くなる時あるやん。トマツね。確かに今から来てるとグッズ紹介じゃない。ということで、ごめんごめん、今さ、この水筒をね紹介してね、そういえば洗いやすいスポンジがあったなと思って。これより便利なのが、これ。このスポンジより便利。あ、そうそう、これね、このスポンジちょっと今ね色染まっちゃってんだけど、そう、このスポンジよりもう、そう、使いやすいのがこれ。あ、楽に近くで見してやって、これズビズバ、ズビズバっていう。なんなんこのタイトル、ズビズバっていうスポンジ。ズビズバズビズバ、そう、匂い気になるよな、やっぱり。もうこれあるあるだよね、お母さん、主婦のこの洗い物のあるあるだよ。スポンジが匂い気にならんって、清潔って嬉しいよ。シェフはそれ使わないでちゃんと洗えてるの。はい、ということで、いつもながら脱線しましたけれども、なんで手洗ったの？え、なんか分からん、なんで手洗ったん？癖やわ。うわ、これもう、ま、主婦あるあるちゃう？
キッチンに行ったら手を洗ってしまうっていう無意識やった。私もなんで手洗ったん今。ママ。なんか毎日の、毎日のルーティーンって怖いな。毎日のルーティーンってこうやってさ、もう無意識のうちにさ、もう勝手にやってるからさ、今手洗う必要ないのにこうやって手洗ってきてるやん。毎日のルーティーンってすげえ。ほらもう行ったら、キッチン入ったら手洗わなってもう自分が思ってんねん、これ。なあ、おもろいな。喉も乾いた。よし、ということでやっと最後やん。ちょっと待って、やっと最後、もう1時間かかってるやん紹介するのに。そうだよ。そう、イナネコの水筒ズビズバで洗ったらいいのよ。ズビズバ、私も改めて今スポンジのタイトルをね、改めて読んだけど、あんな名前してたんだと思って。ズビズバ、ちょっとインターネットで調べて。マリスのルーティン、あゆちりなが流れる、嬉しい、私の曲が流れることがルーティン、もう本当にそんな皆様ありがとうございます。はい、ちょっともうね、本当にあゆちりな目線と主婦目線が今混ざった感じでちょっと配信させていただいてますけれども、皆さんまたこちらもチェックしてくださいね。明日から7月1日お昼12時から、あゆちりなオフィシャルサイト、オンラインストアの方でですね、発売になりますのでチェックしてください。つびつば。そして最後、ツッコミいる、コメントが来たんだもん。息子っち厳しいやろ私に。息子っちね、優しいねんけど結構厳しいのよ。そうだよ、それいるみたいな、そのツッコミいる、何やってんの、またおちょこちょいだなみたいなさ、なんかもうほんと彼氏みたいなんだよね。はい、ということで最後のアイテムはじゃ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 ーん、ステッカーでした。出してみよう、届いたばかり、出来上がったばかり。将来の人気 YouTuber の視点、そう、 YouTuber として才能あるかもよって褒めてくれてるよ。じゃん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 、スポンジ買うとツイートついてくるんですか。そういうスポンジがあったらいいな、そんなスポンジ私も欲しい。じゃ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 ーん、さあ英語サイズの、これがね、これ自体が英語サイズとなっておりますリナネコの全身バージョン、大きさ違いと、リナネコの顔だけというね、デザインになっております。素材もねしっかりしていて、なになに、バイクや車など屋外でもを使ってもらえるって、外でも雨とかにも耐えれるように、耐水性、耐光性、それでシールあるの、天気にも耐えれるって。ただエンジンとか本当にもう熱って高温になるところには向いていないということで、丈夫なシールが出来上がってますので、はい、こちらの方もまたですねチェックしていただきたいなと思います。可愛いです、すごく耐光性、そう耐光性もあるって、いいですね。なんかとてもしっかりしてます、可愛いです。いろんなところにちょっと思わず貼っちゃいたくなるようなステッカーになっています。ほうコメントでほうあー、車に貼ってくれるのめちゃくちゃ嬉しい。さあリナネコちゃんをいろんなところにドライブに連れて行ってあげてください。車さらにリナネコちゃんも風最高級、ね、本当だ。リナネコちゃん、息子ちの自転車に貼ってみたいと思います。あ、息子ちのあれに貼ろうよ、あれあれに貼ってよ、キックボードに貼ってよ、キックボードにこれ貼ってよ。嫌だって、なんで嫌なのよ、嘘とにかくね、今もうちょっと若干7歳にして反抗期が入ってきてますので、ママがこうしてって言うと一度は嫌って言いたくなる、年齢に差し掛かっていて、だけれども疲れるとちょっとぐずっちゃうみたいな、可愛いところもあってみたいな、なんかそんなね成長を感じながらね息子ちと過ごしております。あー、まゆみん、はいってありがとうはい、ということでですね、こんな感じで4つのアイテムをご紹介させていただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ明日、発売開始発表となりますので、こちらに関してはもう受注じゃなくて、こちらがご用意している数
売り切れ次第終了という形でですね、早い者勝ちっていった感じになりますので、まあでもそんなに数が少ないってわけでもないので、あのゆっくり何を選ぼうかな、何をゲットしようかなっていう風に考えていただいて、あの頼んでいただいても全然大丈夫だと思うので、明日ねサイトを見てもらって、またゆっくりお気に入りのものを品定めしていただけたらなと思います。そしてこの配信の1個前に私歌ってみたをアップしているんですけれども、 Our Own Tone という曲で、実はこれ新曲になります。歌ってみたでカバーしてるんだけれども、ぶっちゃけ新曲です。先日ね、イーイヤホンさんといって、ヘッドホンとそしてイヤホンの専門店さん、音楽をね楽しむためのオーディオ機器をたくさんもう取り揃えられている専門店さんのね、YouTube に、生出演ゲストでねさせていただきました。そう、そこでね初めてそのイーヤホンさんにゲスト出演させてもらって、この間2回目だったのよ、実は出演させていただいたのが。で1回目初めて出演させていただいた時に、いや実はねって、イヤホンさんが視聴に最適な楽曲を作りたいと思って、今そんなこと考えてるんですよねって、いつもこのオーディオ機器をね販売してるんだけれども、こう同じ曲で楽曲をほら聴けないからさ、あのオーディオ機器とこのオーディオ機器、このイヤホンとあれってどう違うんだろうって聞き比べが難しいということで、イヤホンで必ずこれというね、みんなに聞き比べをしてもらうための楽曲をね作ろうかなって思ってるんですっていう話をちょっと聞いていまして、でそこで本格的に実はボーカルというところをですね、あゆじさんに依頼したいということで、もう本当に嬉しい依頼を受けまして、イヤホンさんの中で毎日毎日毎日流れる、楽曲、私ボーカルをさせていただきました。それがOur Own Tone ということで、オリジナルの方は、イヤホンさんのオフィシャルホームページがあるんですけれども、そこで会員登録をまずしていただいてマイページを作ります。そのマイページに入っていただくと、この Our Own Tone のオリジナル音源と、そしてボーカルを抜いたカラオケ、こちらの方2つとももう無料でダウンロードできるんだって。なのでそちらの方でオリジナル音源の方を聞いていただいて、私がまた改めて歌い直してミックスをし直した、あゆじりなオフィシャルチャンネル、こちらのチャンネルの方の歌ってみたとまた聴き比べて見てもらえたら、歌声が美声ありがとう、嬉しいな、嬉しいです。はい、まあ、イヤホンさんとのね、ご縁は、私がライブの時に、ああ今ここに持ってくればよかった、すぐ持ってくれるかも、ちょっと待ってちょっと待って、私の今ライブで使ってるイヤホンさんで作ってもらったやつをここで今見せたいから、ちょっと待ってて、邪魔いっぱいしたからねって、もう自分でさ自覚してる知らないんだけど、そうこれがね、そうだよ、もうここで見せたい、だってもうライブ前なんだもん、もう7月、もう明日ね7月迎えますけれども、7月23日31日はそうライブなので、ね、ライブのチケットは発売したんですけれども、今なんとなくちょこっと横浜大阪とも当日券ちょこっと出そうかなっていう感じなので、もしねまたライブに興味がある人はこれを見ていただいて、あ7月にライブあんだ、ちょっとなんか気になるじゃんっていう方はね、またちょっと当日券の発表をちょっと待っていただけたらと思います。ちょこっと出るかなっていう感じです。はい、でこれがイヤホンさん、イヤホンさんのところで作ったね、私のライブでいつも使ってる、ほらよくアーティストがみんなここにさいつもなんか歌うときテレビ番組とかライブの時にこう入れてるやつあるでしょ、まさにそれ、もうこれのね、じゃーん、もう最高級のやつ、
もう一番最先端の最高級のやつで作ってもらった。じゃーん、これ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 、開けるとこんな感じで入ってるの。こんな感じで入ってんのよ、みんな。こんなのを持ち歩いてんの、私たち。ね、うちらはセレブなの。もうこれがだから、もうライブのね、自分の歌声とか自分のその日のクオリティを左右するのは体調もあるけど、もうイヤモニが一番大事。ほんまにほんまにこれ命。もうこれで全てを聞き分けて。自分の脳みそか命、どっちの方が大事？え、自分の夢か脳みそと、あ、自分の夢かイヤホンさん、どっちの方が大事？夢があってそれを支えてくれてるイヤホンさんやないかい、ほんまに。ねえ、じゃあ自分のお母さんかイヤホンさん、どっちの方が大事？お母さんかイヤホンさん。うん、もう変な質問するよね、子供ってね。な、比べられないよ。どっちも大事だよ。役割が違うよ。大事の役割が違う。支えてくれてる支え方がまた違う。自分の親と自分の夢を支えてくれてる人たちと。そう、でも夢のあるイヤホン、そうだよ。もうこれが生まれ変わったの。もうこれ生まれ変わって、見て見て見て。あら、そう。え、すごい。これ、リナ、リナダイヤモンドや。そう、自分のね、あ、見えるかな。ここ自分のロゴを入れてもらってるんだよね、耳のところに。リナダイヤモンド。この、ここの色も自分でたくさんある中から選べるの。私このパールっていうのにしてるんだけど、専用イヤホン。だからいつもこれ、このね、赤が右で、この青い文字、この青い文字で、この赤い文字、これで色分け、いつもこうやってパッて見て色分けしてるの。赤が右。みんな入れてるでしょ、これ。あ、そうそう、それぐらいする値段ね。30万ぐらいする。これがもう私の耳にぴったり合うように型を取って、専用で作るやつ。え、アルバム買ったのにまだ開けてない。開けて開けて、今開けて、今開けて。ね、だからこの線も重要なのよ。本当にここの線も、これも本当に重要なのよ。これでまたここに来る音も変わるし、あとこれが本当に耳にあって、耳も年齢とともにね、耳の中もほら、結局は筋肉とかさ、皮膚なわけだから、耳も年齢とともに形が変わるんだって。だからこれで型を取っても、また数年後には、待って、また数年後にはまた変わるから、また数年後に本当合わせるのが一番ベストなんだけれども、こうやってもう自分の耳にピタって合ってると、中の音が外に漏れなくて、すごく音も取りやすいし、あのメンバー、バンドメンバーのね、音とかもすごくいいバランスで聞こえるし、何より自分の歌声がとても綺麗に聞こえるから、ライブで歌う時に本当に気持ちよく歌える。だからこれがもう本当にね、自分に合ってるか合ってないかによって自分の歌声のパフォーマンスが変わるっていう。だからアーティストさんがみんなもうこれをつけて、いつしかさ、テレビ番組って最初って誰も、私が最初の頃テレビ出てた時って誰もこれテレビ番組でもつけてなかったし、私のライブまだ初めてのツアーの時とかってなかったのよ、これ。もう自分も会場の音の中で歌うって。でもやっぱりそれを繰り返していくうちに、アーティストも声を潰していく。ついつい声張り上げたりとか、聞こえなくてわーってやっちゃったりとかするからね。で、アーティストの喉とか耳を守るためにやっぱりこれをつけようっていうことになって、いつぐらいやったかな、どのライブから私これつけ始めてるんかな、ちょっとそこがはっきりは思い出せないけれども、いつしかライブでアーティストがみんなこれをつけて歌うようになって、いつしかテレビ番組でさえもみんながこれをつけて音を取りやすくね。だから例えばこれをつけてたら、ほら、いきなりアカペラで歌うっていう時にもクリックをもらえたりするわけ。だけどちょっとうるさい、ちょっと待って。ダメだ。はい。でね、クリックをもらえたりするわけ。外音は聞こえてないよ。でも耳の中だけでは3、2、1っていうのが聞こえたりとか、耳の中で
外には出したくないけれども耳の中には欲しい合図っていうのをこの中で聞けるわけだから、例えばマネージャーからあ、ちょっと時間をしてるんでトーク巻いてくださいとか、そういった指示もこの中で聞けるわけだからね、これができてからいろいろライブの何進行もすごくスムーズになった。そう、タイミングのやつとかもわかる。私は最悪歌詞を忘れたら歌詞をこの中に出してもらってた。うーんって、あ、忘れんなって感じやねんけど、そもそもは忘れんなって感じやけど、最悪歌詞がパーンって飛んでしまった時に自分の声、CD の声がパーンって出てくるようにまでスタッフはしてくださっておりました。愛ですね、愛です。本当にスタッフはスタッフの愛です。そんな感じでね、実はこのここでできることってアーティストにとっていっぱいあって、とても重要な役割をしてくれてる。もうライブでの相棒ですね、これがあるかないかで。だから今ほらさ、あのイベントなんかでね、私ちょっとイベントに呼ばれて歌いに行くってなった時に、これを使うにはね、受信機とかいろんなものが必要なので使えない現場もあるんですよ。だから使えない時なんかやたら緊張するもんね。あ、そっかって、イヤホンに使えないんだ、あ、もう外音でやらなきゃいけないんだって。もう外音に慣れてないからさ、自分がライブをする時にもうこれに慣れちゃってるからさ、結構イヤホンにない ところで歌うっていうのに対して結構なんか緊張するようになっちゃった。アーティストがイヤホンを直す仕草なんかかっこよくて、あ、わかるわかる、これってさ、すごいアーティスト、わかる、あ、わかるかも、これってもうめっちゃアーティストだよね。なんかさ、レコーディング風景ぐらいの勢いだよね。もうアーティスト、このなんかこうなんかこうやってる感じとかさ、なんかこれをこうやってパッて触ったり、なんかこうやって触ったり、このなんかこの感じってさ、めっちゃアーティスト感あるよね。こうなんか外してパンってこうやる時とかさ、なんかすごいこれアーティスト感あるよね。すごいわかるわ。私も自分がこれつけてる時に結構スイッチ入るもん。これつけた時に、あ、私はもうステージに立つ、あいうちリナなんだみたいな。それまでさ、キラキラキラとかやっててさ、まあこんな感じだからさ、まあまあボケ倒してんねんけど日頃から。でもやっぱりこれをスッて入れた時に自分のスイッチが入るっていうのはある、あるあるね。そんな感じでこんなイヤホンも披露しながら、これね、ちょっと映像じゃ分かんないかもしれないけど、こっちが白パールでこっち黒パールみたいになってるんだよね。黒ってことでもないけど、レインボーみたいな、あ、見えたか、レインボーと白で色を右と左がすぐ分かるように、レインボーが右ね、白が左みたいになるようにしてる。かわいいでしょう。はい、ということでこれはね、あのイヤホンさんで作ってもらったのをきっかけに、いろいろイヤホンさんでね、あのイベントに出演させていただいたりとか、こうしてアワーオントーンと言ってね、イヤホンさん主張に最適な楽曲作りに携わらせてもらったりとかさせていただいております。あの久々にね、まあ、こうやって新しい曲も皆様に届けることができて嬉しいなと思ってるので、待って、もしよかったら、この配信終わりに、前回アップしたアワーオントーン聴いていただいて、できましたらイヤホンさんの方の会員登録もしていただいて、オリジナル音源の方ももうすっごくね、とにかく私のボーカルも頑張って撮ったけれども、視聴に最適ということで全て生音でレコーディングしてます。もう朝からギターの方、ベースの方、ドラムの方、ストリングスの方って何人も来てストリングスをわーって撮ったりとかして、本当に一個一個音を重ねて、もうまるまるもう一日、朝からもう本当に夜中近くまでスタジオにみんなでこもって作った楽曲になっていて、全部が生音なので、ぜひオリジナル音源のね、良さも聞いてみてほしいなって思います。あとはもうイヤホンさんに来て、いろんな最高のイヤホンでその楽曲を聴いて回るっていう旅も面白いんじゃないかなと。ああ、ありがとう、ななちゃん、毎日聴いてくれている、ありがとう、思っておりますので、はい、もうどんどんあの息子っちの TikTok の音量も大きくなってきましたので、ちょっとこの辺でちょうど1時間だ、ちょっと間違えちゃった、ちょうど1時間の配信となりました。ということで、ぜひぜひこちらのね
タオルだったりパンだったり、こちらのグッズまた明日7月1日12時から発売開始となりますので、皆様チェックよろしくお願いしますよ。みーさんのコラボのコナン君20回くらい見た。そうなの、もうね、あのすごく何回も見てくれているっていうコメントをいただいて、なんかついついね何度も見に行っちゃうっていう、なんかそういうなんかなんていうの、こうハマっちゃうハマっちゃう感じ、中毒系なのか、なんかそういったコメントをたくさんいただけてすごく嬉しいです。なんかやっぱりその私と息子っちと、あとそのヨミーさんね、やっぱりあのピアノさばきというか、もう高速アレンジ、あのヨミーさんのもう得意なあのめちゃくちゃ高速で弾くさ、なんだろう、こう本当にピアノ一本でアップテンポを演奏してもらっても物足りなさを1ミリも感じないっていうすごさを私はすごい感じてて、あれがすごいなって。やっぱりピアノアレンジだからここぐらいまでが限界かなっていう感じじゃなくって、ピアノ一本ってこと忘れそうになるっていうのが私のヨミーさんへのピアノの感覚かな。すごく音が本当に詰まってて、リズム感がめちゃくちゃあのロックな曲であってもすごいリズム感を前に出してくれるんだよね。だからそのロックな曲をピアノバージョンにアレンジしましたっていうのがなんか私の思うピアノアレンジだったんだけど、ピアノで原曲を再現しましたみたいなことができるのがユミンさんのすごいところかなって、私はあの歌いながらそう感じさせていただきました。いやもう本当にヨミーさんがだからこそなせる技っていう感じがしてね、すごいよね。もうあれをいきなり演奏するってちょっとやばい世界だよねと思って、もうどれだけどんな脳みそなんだろうっていう感じでですね、もう私はなんかすごいを通り越して摩訶不思議みたいな感じで歌わせていただいたんですけれども、ただそうだよね、コナンメドレーを本当にたくさんされていて、私の楽曲もユミさんの遡ってみると本当にもうほぼほぼコナン君曲は演奏してくれてたの。この間もね、7つの海とかも弾いてくれてたしね。なんかまたそうやって改めていろんなコナン楽曲をね歌えるようなことも確かにできたらいいかもしれない。またあのね、そんなこともできたらいいなって思います。あの今日本当ヨミさんのチャンネルから来てくださったあの方々本当にありがとうございます。うん、そしてあのいつも応援してくれているみんな本当に本当にありがとう。こうやってねグッズを楽しみに待ってくれていることも本当に嬉しくて幸せです。はい、ではでは今日はこの辺でまたお会いしましょう。みんなありがとう。あ、来てくれてありがとう。こんにちは、ありがとうね。あ、息子ち最後ありがとうって言う、うん、すごいリナ猫が喋ってるみたいになってる、うん、あ、今日のお昼ご飯私たちはマクドナルドでした。息子ちゃんまだポテト食べ終わってなくって、私はマクドナルドはエグチ派、息子ちは照り焼き派です。みんなは何派、みんなは何派、お疲れ様ですとかって言いながらまた話始めちゃった。もう終わりなんや。そうなの、関西弁来た、もう終わりなの、ごめんね。もしかしてタイミングが良かっただって普通にさっき来た、うん、チキチーって、あ、チキチー派、テレビは一緒、もっとあんまり行かない、照り焼き一緒だ。え、エグチ派は私めっちゃ、え、あのエッグチーズバーガー派なんだけど、テリヤキ、エグチ、あ、エグチリナ派、ありがとう。テリヤキフレッシュレオテリヤキフレッシュレオ、結構今みんなテリヤキだよ。あ、最高でした、ありがとう。マクドナルド、まだ行かないんだ。モスバーガー、そうね、私もな、あの息子っちが、テリヤキバーガーだって。息子っちが生まれるまではモスバーガー派だった。だけどやっぱり息子っちが生まれると
やっぱりもうあのポテトってさ絶大だよね、子供にとってマクドナルドのポテト絶大だよねっていう感じで、すっかりマクドナルド派になっちゃいました。マフィン好きだって。あ、マフィン、マフィン好き。私は甘いやつが好き、パンケーキの方のマフィンが好き。あ、みんな照り焼きだ。そっか、照り焼きだ。照り焼きのお城、勝ち。照り焼きのお城でしたわ、すごいぞ。はい、足りなかったね。ポテトも太いもんね、だって。そうそう、あの細いのが美味しいよね。子供の頃からずっと照り焼き。アデュー。Yes。マイボー。ということで、機会があったら行ってみる。ショート動画にする？ん？ショート動画。暑いわ。ショート動画、わかんない。それでは。短い動画とかあるじゃん。知ってるけど、よくする。ちょっと 何を発信すればいいの、短い動画の中で。はい、ということでみんなありがとう。またねー。気をつけてね。熱中症。そしてライブで会えるのも楽しみにしてます。熱中症気をつけてね。そうだ、みんな熱中症気をつけてね。なったから、僕なった。ありがとう。40度近く、これでなりました。そうです、もう少し熱中症になったのでみんな気をつけてください。ふう、疲れた。疲れんの。熱中症ね、ちょっと大変だったね。バイバーイ。これどうやって切るんだっけ。これです。